はい、だいぶこの辺にぎやかです。ついにね、宿の近くまで到着しました。第3の都市って書いてあった、ね、第3か、うん、じゃあブルサーよりはってことか。ブルサーのよりは栄えてる。なるほどね。夜のイズミルを探検しつつご飯を食べに行きます。はい、こんな感じで大きな通りにね、うん、やってきましたんで。大きな通りがあると安心する、うん、人も多いね、だいぶね。うん、こちらのケバブ系のお店から、ピデのお店までなんかね、並んでます。付け合わせなのか、サラダがやってきました。チキンのピラウ、じゃあどうぞ。焼いたバージョン、うん、あ、ちょっとうっすらバターライス。へえ、美味しそう。なんか焼き塩焼き鳥丼。あー、なるほどね。イスケンダルのチキンです。チキンバージョン、美味しそう。チキンとトマトソースと中にパンが入ってるね。そのイスカンダルケバブのチキンバージョンだからね。なるほど。パンとチキンいただきます。うん、この食べ物自体はこの間食べたそのイスケンダルケバブ、羊肉のやつよりも、まあ、チキンだからすごいあっさりして食べやすい。前回みたいなバタージュワーみたいな感じはあんまなくて。ああ、まあそうだね。まあ多分この店の仕様だろうけど、まあ、結構あっさりめって感じです。まあでも美味しいです。イスタンブールに続きまたボンバ食べちゃいます。ボンバはイズミルが発祥なの。発祥、まあ有名って感じかな、うん、イスタンブールのは温めてくれたけど、ここは温めてくれてないからチョコがちょっと固まってるけど美味しい。はい、では喉の調子が少し、悪いのでアルコールで消毒したいと思います。アルコールってやっぱ消毒じゃん。新しいビールとかボモンティーかな。ボモンティー、ボモンティー、はい、飲みます。はい、乾杯。乾杯。美味しい。美味しい。これもでもスッキリだね。トルコビールは割とスッキリめが多いかもしれない。なるほど。ガブガブ飲んじゃって酔っ払っちゃう。はい、おはようございます。おはようございます。本日イズミル2日目。はい。はい。とりあえず昼前なんでね、ご飯食べに来てましょう。おい。はい。イズミルカード購入しました。この1人1枚必要ということで2枚買ってます。で50チャージなのでカード代が50で、チャージ50で100、100で200。結構高かったけど、かかりました、うん、はい、はい、イズミルの電車到着です。電車移動します。はい、イズミル中心街に着きました。これからちょっと歩いてご飯食べに行きます。こんな感じの古い建物の間にある路地に入っていきます。夜もかなり賑わいそう。うん、拠点し、ウェルカムフレンド。Hi. Welcome, honey. Maybe hungry? Yes. ここに Meatball's house, Japan. Yes, hi. Yes, okay, welcome. Thank you. Ah, okay, thank you. Menu? Sorry, no menu. じゃあなんか食べたいの言ってみて。イズミルキョフテ2? 勢いがすごいです。店内こっちも同じお店で広がってて。広いね。わかった、わかソーシャルタイヤのスタイリングメニュー、美味しそう。何が起きましたか。イズガラキョフテ、もう食ったことあるキョフテが出てきてさ、これイズミルキョフテが食いたいの。イズガラキョフテということで、イズミルキョフテではなくて、店員さんも結構勢いがあって、もうこれこれやみたいな、そんな感じだったね。いただきます。はい、美味しいな、美味しい。美味しいね。ただ違うのよ。108食ね。1食でかいからね。そう、まあ、美味しいけど。美味しそう。でっかいパン2つとお肉と野菜も、うん、ふわふわで美味しい。油みたいなのが染みててめっちゃ美味しい。うん、お肉美味しい。はい、こちらヒサルモスク商店街の中に雑多としてあるんですが、一応イズミルで最も大きいモスクらしいです。入ってみましょう。では電車降りまして、こちらの高台の方にねちょっと上がっていきましょう。イズミルの景色を一望できる場所にちょっと歩いていきましょう。さあ、長い階段結構急だけど歩こう。エレベーターに乗れるみたいです。ありがたや、ありがたや。
では行ってみましょう。こんな感じの。ね、押してみていいよ。あ、猫さん。おしっぽもピッてまっすぐにして。猫越しのめっちゃいい景色。おー、伊豆ミルからの海の景色が綺麗ですね。ちょっと離れたところにやってきました。エレベーターのこう塔が綺麗だね、オレンジ で街並みも結構オレンジの屋根が多くて綺麗だなと思います。ここからまた一駅トラムに乗って観光に行きたいと思います。はい、一駅降りてやってきました。なんかすごい広い公園みたいな感じです。はい、こちらの広場にある時計塔ですね。スルタンアブドゥルハミト2世の在位25周年を記念して建てられた時計塔だそうです。鳩の餌を売ってる人たちがいっぱいいるから、うん、すげえ鳩がたまるのよ。やだわ、すごくやだわ。こちらがコナクモスク。なんか青いね、タイルが、うん、すごいなんか綺麗で、ね、ちっちゃいモスクだけれども、うんうん、なんか美しいモスクです、ね。はい、こちらは最初の弾丸記念碑、ファーストバレットモニュメントでございます。銃を持ったジャーナリストを称えたこちら銅像だそうです。はい、お互い空腹度と食べたいものが違うので、ここからは分かれて攻めたいと思います。はい、よし、では美味しそうなこちらのマニサケバブのお店に入りたいと思います。写真にある通り、イズミルの名産のマニサケバブ食べたいと思います。マニサケバブやってきました。うまそう、めちゃめちゃうまそう。ベリグーうまい。こうしっかりとしたトマトソースに、そしてヨーグルトのソース、こちらがね、まあ、イスケンダルケバブと味の感じは一緒だけれども、このお肉がねちょっとまた変わってて、まあ、キョフテに近い、キョフテとケバブの中間ぐらいのお肉になってます。めちゃめちゃうまいです。好きでもね、しっかりと脂が乗ってて、どの部分も美味しく最後まで食べられます。じゃあもう一品ね、食べたいものがありますので行きましょう。みたいな、博多で食べる鶏皮串みたいなチョップシーシーやってきました。じゃあサラダとそしてパンと一緒にいただきましょう。串と串の間に油が入ってて、この油がなんかポイントっぽいね。なんか肉肉しくもなく旨味があって、これがすごいポイントのような気がします。七味のようなスパイスのようなものと絡めて食べると美味しいんじゃないかなと思います。美味しい。スパイスと一緒なら肉の臭みもね少し取れて、この辺だったと思うな。あ、いた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 。こんな感じの商店街の中を歩いていきます。ハレップとサンバリ、じゃあワンワン、okay. Thank you. ハレップとサンバリです。美味しそう、いただきます。はい、こっちがサンバリだと思います。いただきます。うん、甘くて美味しい。完全にシロップで漬け漬けになったお菓子です、うん。上に乗ってる白いのは海膜かな、クリームチーズみたいな感じでさっぱりして美味しいです。ハレップいただきます。うーん、おいしい。間にアーモンドみたいなのが詰まってました。めっちゃ美味しい、めちゃくちゃ甘いでも美味しい。今日の観光はここまでにします。はい、一旦家に戻って、はい、寝るか作業するか寝ましょうはい、おはようございます。おはようございます。本日は休館日ということで2人ともメガネメガネ、そしてさやかは若干物もらいができてます。なんかこっちが晴れちゃったの、朝起きた。でこれからちょっと朝ごはんを食べに行きましょう。はい、猫がいたかわいい。ボンバヤ多いね。ボンバヤ多いね、イズミル。そんなボンバ見てない気がする、うん。こちらセレビというお店、こちらでねボンバヤその他朝食を食べながら優雅な朝を過ごします。朝はボヨズをいただきたいと思います。
じゃあ惣菜パンということで卵もつけてくれました。まあ、クロワッサンとかみたいな、おうおうおう、生地がこう 何層にも入ってるみたいな、うん、まあ少ししょっぱめな、普通にご飯として食べる感じかな、うんうん、まあ、お菓子っていうよりは、うん、おいしい、結構もちもち食感だね、ね、うん、はい、うわー来ました、ボンバ、めっちゃチョコレートの匂いがここまで来てる、温めてくれてたからね、嬉しい、はい、あ、うまい、クリームがさ、ボンバしちゃってさ、ボンバしちゃった、手について熱いのよボンバ、うわボンバだ、やっぱ温めてもらうに限るね、あちゃあちゃ持てない、食べるスイッチがオンになったので次の店に来ちゃいました、はい、今度は食べれそうなイズミルキョフテを求めこちらのロカンタにやってきました。いろいろ種類があります。キュウリのヨーグルトスープジャジュクとナスの煮物ムサカとこちらがイズミルキョフテ、トマト煮込みの、まあ、キョフテみたいな感じですね。美味しそう、うん、うん、ロールキャベツの中のお肉って感じ、ああなるほどね、出汁が染み込んでて、ほうほう、美味しい、うん、ムサカ、ナスと、うん、あ美味しい、しっとりと油を吸っててトマトの旨味とひき肉の味と、美味しいわこれは、さやか担当ということで、酸っぱいんだ、はい、薄いヨーグルトにキュウリそのまんま、うん、中和される、あ、ほんと、はい、動画編集終わってお腹すいたんでご飯食べに来ました。こちらのクムルのチェーン店にやってきました。入りましょう。お肉が大量に鉄板の上で焼かれています。クムル、はい、なんかベーコンみたいな感じかな、チーズもかかってる、うん、美味しそう、いただきます。うん、たくさんのソーセージ、サラミ、うん、そういうのが入ったような、うんうんうん、下がケチャップ、上がチーズみたいな、へぇー、コテコテで、ファーストフードって感じなんか不健康そうだよね、うん、うん、すごいすごい、ビヨンビヨン、はい、おはようございます。おはようございます。はい、本日イズミル4日目最終日ということなので、食べきれてないものを食べて、はい、はい、その後はまあゆっくり作業したいと思います。はい、はい、ね、雨だったね、雨、昨日の雨から大雨でやったけど、部屋も雨漏りして大変だった、はい一昨日と同じ駅に到着しました。はい、ここからねまたご飯食べたいと思います。はい、ちょっとこちらのロカンタでご飯食べたいと思います。野菜の中になんかが入ってるみたいな、うん、みたいなやつがそう目当てです。ちょっとまずはあるか見ていきましょう。はい、はい、こちらがおそらくクスルというプルグルのサラダになります。おそらくこちらがビベルドルマじゃないかなと思います。ピーマンの中にご飯が詰まってる、グラタンのようなものかな、なんか僕らが好きそうな味のような気がします。はい、よく食べてた味かも、中東あたりで、うんうんうん、結構ね、そしてピリ辛、はい、うん、はーってなる、うん、すごいヒリヒリする感じで、はい、それが結構美味しい、ほう、はい、うん、想像以上に濃い、へー、そうなんだ、シチューに近いかな、グラタンというよりは、はいはいはい、これがナスで、うん、これがピーマンかな、なるほどね、おそらく、はい、ジュワジュワだよね、でもね、トロットロで歯もいらないぐらいジュワーンって感じ。あ、このソーグスクスみたいな羊系のご飯、はい、羊肉に脳みそなんかもね入ってます、ここに、すげー、イエス脳みそがねこれ入るっていう、こう珍味らしいんで、これ1個で相当なボリュームだよね。そうだね、いただきます。はい、うんうんうん、あ、少しねやっぱ癖がある、あ、そうなんだ、うん、同時にこうスパイスが結構かかってて、へー、めちゃめちゃうまいかって言われると、うん、ちょっとわかんないんだけど
あ、これだ。あ、食べた？うん。どう？あ、これだ。わかるんだ、うん。なんだろう、やっぱ白子みたいな感じかな。あ、やっぱそうなんだ。ドロッとしてるな。うわまあ、いろんな食感があって楽しいということかな。楽しいじゃん、ご飯とか。うん。通じて美味しかった。本当？けど、うん、ちょっとね、やっぱ量が多かったけど、うんうんうん、やっぱそのホルモン独特の癖っていうのが、ちょっと最後ちょっとうってなっちゃうかな。うんうん、なるほどね。2人で分けるぐらいがちょうどいいかなって思って、うんうんうん。なんか面白そうなお菓子、スイーツがあるので、こちら食べてみたいと思います。はい、いただきます。ピーナッツとなんかジャリジャリのやつと中になんかアイスが入ってる。はい、あったかい、あったかい、白いアイスが冷たくてこの茶色いのがあったかくてって感じで美味しい。約7時間ぐらい動画編集やら今後の準備してまして、スタバでね、もう真っ暗です。ただすっかり雨も上がったんでね、うん、はい、これからちょっとまあなんか買って帰るぐらいしようかな。はい、はい、ね、晴れてれば観光もできたのかもしれないですが、うん、ね、ちょっと雨がきつかったね、うん、ちょっと明日からの都市もねちょっと雨模様なんで、ずっと、うん、基本的には作業と食べたいご飯を食べるぐらいになると思います。はい、本日は、移動日ということで、はい、これからちょっとタクシー乗ってねバス停の方まで行きたいと思います。はい、アクデニズっていうところに、はあはあ、バスが12時に出て7時間、うん、はい、赤いアクデニス探しましょう。ペルーを思い出しますね。ペルーっぽいポスターなんかね、叫んでないところがちょっと違いです。あ、叫んでる、すごいね。チケット買って時間半ぐらいあるので、うん、ちょっとここでお茶休憩したいと思います。チーズめっちゃ美味しそうじゃん。いいじゃん、いいじゃん。はい、うん、美味しい。健康ジュースって感じ。はい、意外となんかちゃんと本格的なポテトとハンバーガーが来ました。めっちゃ美味しそう、意外です。マックより安い。バス持つときはここがいいと思ってます。はい、今回、乗るアンタルヤ行きのバス到着してますので乗ろうと思います。はい、この度初の大雪でございます。トルコ人も大はしゃぎのこの積もりようです。アンタルヤに着く頃にはこれが大雨に変わっているのでしょうか。はい、無事雨のアンタルヤに到着しました。現在時刻19時40分ということで、これから歩いて電車の方に乗りたいと思います。歩いて10分ぐらいだと思ったのに30分ぐらいかかりました。結局乗るのにマジで疲れた雨で。